タクミソフトの高井です。今日は夕暮れ時にこの堤防に来ております。久しぶりの曇り雨だった旭川だったんですが、本当に久しぶりに雲が晴れまして、少し歩ける状態になったなと思いましたので、今日やってまいりました。時間帯的には、6時13分になります。比較的天気もよく、雲がない分だけ夕日が見れると思います。前から学生が来ました。後ろは何もありませんが、こんな感じで大変いい状態ですね。日だけが見えています。GoPro 撮影ストップ。